おいおい、大丈夫かよこれ。何が起こったかというとですね、エンジンがかかっている最中に、プッシュスタートスイッチを押したら、すごい音が鳴って、故障表示が出てしまいました。持っててよかった OBD2 診断機。ブレーキフルード交換用に買ったのですが、まあ故障コード消せば治るやろ。最初はそう思っていました。イグナイタってなんだろうと思ったら、要はイグニッションコイルのことらしいな。おかしいだろ、始動中にスタートボタンを押しただけで、こんなこと起こるのかよ。これでエラーコードは消えるので、エンジンをかけ直してみよう。その結果が、冒頭のあれというわけです。もう一度、音を聞いてみましょう。一応燃料噴射や点火は行われているようだな。強引にアイドルアップを入れてインスト回避を試みるも、どうにもならなくて、故障判定で緊急停止されたか。エラーコード消しても治らないというわけで、ハードウェアの故障が確定いたしました。とりあえずイグニッションコイル、新品買うしかないですね。さっきのアイドルアップ時、おそらく大量の燃料が噴射され、プラグが被ったはず。もうすぐ交換時期だし、ついでに新調しちゃいましょうか。これさ、イグニッションコイルに繋がるまでの、ハーネス内部が断線した可能性もあるぞ。それは嫌だなぁというか、そうなったら罪ですよ。この配線を DIY で交換するのは無理がある。幸いにも部品はアース届くようです。PHV なので、曇り取りさえ使わなければ、EV モードで移動もできる。今は待つしかないです。せめてエンジン内部は、無事であってほしいんですが。そんなわけで翌日に届きました。新品のイグニッションコイルと、シレット強化品のイリジウムプラグです。ああ、治ってくれるといいなぁ。そして後で判明するんだが、この IG コイル、粗悪品で使い物にならないぜ。1ヶ月前に外して動画にしたばかりのプラグ、まさかこんなところで、また外すことになるとは、どう点検したらいいのかわからないんだけど、一番心配な IG コイルへのハーネス、見えるところの配線や、カプラー内部損傷はない感じか。どこに繋がってるんだよこれ。外すことになったら、どれだけ分解しないといけないんだか。プラグの状態によっては、エンジンブローというか、乗せ替え修理も考えられる。そうなったらどうしよう。86納車は1月末だから、バイクと EV モードで待ちながら、新型プリウスに乗り換えちゃうかな。はぁ、大丈夫かな。コイルを外してみたんだけど、外から見ても、特に異常はないね。問題なのはプラグだよ。ネジ山がオイルでべっとりじゃない？前回と比べても明らかにおかしい。特にネジ山の根元が、詳しいことはわからないんだけど、サクッと変えられるところは新品に変えて、原因追及で沼らないようにしないと。はぁ、別にエンジンが壊れたって、EV モードで片道15キロは走れるんだから、実は生活困らないんだけどね。お先真っ暗だよ。こんなことあるのかよ。この時はここでコイルを変えれば治ると思っていて、のんきにオープンエンドのレンチを押し当てて、プラグのネジ径を測ってますね。電装公式のホームページによると、15から20ニュートンメーターで締め付けるのがいいらしいです。超絶久しぶりの出番だ、ディジラチェさんよ。規定トルクは20に設定して、プラグ交換くらいはノーミスでこなします。そしてプラグを全交換したタイミングで問題発生。なんと、イグニッションコイルが入らない。ここまでは行くのよ。でも、ここから先が、どれだけ押しても入っていかない。純正の IG コイルならニュッと入るのに、何が違うのか。この製品だけは、何をどうやっても入らないんだよ。純正コイルとプラグの先端は、ちょっときついけど普通にはまる。新品プラグの問題ではない？というか先端に、バネが入ってるんですね。ズボズボやって初めて知った。こうして外で試せば、何の異常もなく入ってくれる。でも、エンジン上部じゃ入らないのはなぜだ？入り口がきついのかなと思って、潤滑剤代わりにコンタクトスプレーを拭いてみる。でも、エンジンルームに持っていくと入らない。とりあえずこの IG コイルダメですね。1.2 万円の互換品は完全にゴミ。3.4 万円で、モノタロウで新品を買いました。今普通に先端入ってたよな。見比べても外側の寸法も同じなのに、何が違うんだろうな。作業日は14日なのですが、モノタロウの発送予定日が19日。届くのは20か21日でしょう。もうできることがないですね。壊れた IG コイルを戻したってしょうがないし、プラグホールにゴミが入らないよう蓋をして、今日は戻すしかない。一本でいけるかなと思ったら普通にダメダメでした。ここは真面目にやり直しますよ。イグニッションコイルが刺さっていないことによる、エラーは起こらないようだ。スタッドレスにも履き替え、EV としてなら、普通にお出かけできる状態になったぜ。カウルトップのゴムも適当に戻しました。新品のイグニッションコイルだけで治ってくれるのでしょうか？それとも、どうにもならないレベルで壊れてしまったのでしょうか？これがバイクなら、検電テスターでカプラー内の抵抗値を調べたりするらしいですね。というわけでハイブリッドカーにお乗りの皆さん、エンジンをかけるための、クランキングの最中に、プッシュスタートボタンは押しちゃダメよ。エンジンオイルは普通ですな。IG コイルが届くまで、これでお預けとなります。
なんだよ、エンジン周りのせいよ。何やっても壊れないように、システムが設計されてるんじゃなかったのかよ。